状態を作ろうとしています。基本的人権は犯してはならない永久の権利と定めた憲法97条丸ごと削除して、公益公の秩序すなわち政府の都合で基本的人権を制約できるというんです。皆さん、憲法というのは単に法律の親玉というのではありません。国家権力を規制する唯一の法律が憲法です。しかし安倍さんが作ろうとしている憲法は国民を縛ろうとしている。これは憲法と名前ついているけど憲法ではありません。こんな時代錯誤の時代逆行の安倍改憲を許してしまうのか、それとも安保法制を廃止して立憲主義、平和主義、民主主義をこの国に取り戻すのかどうか、このことが問われている選挙です。どうか皆さん、必ず必ず勝たせてください。自民党は今度の野党の共闘を理念なき野望だ、こんなふうに言っています。自民党には言われたくありません。立憲主義を取り戻す、すなわち憲法をきちんと守る真っ当な政治に戻すってこと、立派な理念ではありませんか。大体この共闘は政党が勝手に始めたんじゃないんです。市民の皆さんが、野党は共闘と声を上げ、それに応えて政党が動いた。市民が求める共闘が野望のはずがないんです。皆さん、これは野望ではない、私は希望だと思います。皆さんの一票で自民党の暴走を止めることができる。皆さんの一票で安倍政権の暴走を止めることができる。皆さんの一票で、あの安倍さんの顔をテレビで見なくて済む日が来るかもしれない。希望の共闘、希望の一票ではありません。どうか皆さんのお力でこの共闘を成功させてください。今日、今もうすぐですが、2時半から長野の駅前で野党の党首の合同街頭演説会がございます。民進党の岡田代表、そして共産党の志位委員長、並んで統一候補の勝利を訴えます。そして私は6時から仙台で野党の幹事長、職局長の合同演説会、民進党の枝野幸男幹事長、東北大学の同窓生ですが、一緒に並んで野党の勝利を訴えます。私もこんな選挙は初めてです。しかしそこまでしなければいけない状況だ。そこまでしなければ安倍首相の暴走を止めることできないし、安倍首相の暴走を止めなければこの国の未来はない、そういう時なのではないでしょうか。シールズの戦いが全国に広がりました。ママの会は誰の子供も殺させないと声を上げています。京都の86歳の男性がある新聞に投書しています。この方は特攻隊で多くの仲間を失ったそうです。そしてシールズのデモを知ったとき、嬉しくて涙流した、こうおっしゃっています。学生さんたちに心から感謝する。今のあなた方のようにこそ我々は生きていたかったんだ。世代を超えた声が日本列島にこだましています。戦争への足音が耳元で聞こえるような、そんな情勢です。今声を上げ、そしていつ上げるのか、そういう時ではないでしょうか。私たちの子供たちや私たちの孫たちの世代が、あの時のあの選挙が戦争への道を止めたんだ、思い返してくれるような、我々が胸張れるような、そういう結果をご一緒に出していこうではありませんか。東京選挙区大激戦、大接戦です。31歳若き弁護士山添拓さん、先ほどの訴え聞いても国会ですぐさま大活躍してくれることは間違いない人です。弁護士として過労死事件に取り組み、そして福島のあの原発事故の被害者のその苦しみに寄り添ってきた、こういう人こそ国会に必要ではないでしょうか。山添拓、どうか皆さんのお力で、中野の皆さんのお力で国会へと押し上げてください。ありがとうございます。山添さんは大丈夫でしょなんて言ってる人がいるようですが、大丈夫でしょって言われるときは一番危ないんです。6年前私そうだったんです。皆さん大丈夫ですなんて絶対にそんなことはありません。どうか皆さん、天井知らずに山添拓、
山添拓さんへのご支持をお広げくださいますように心から訴えます。よろしくお願い申し上げます。そして比例代表選挙は全国どこでも日本共産党、これも大接戦になってます。日本共産党、共産党お広げいただいて9人のベストメンバー田村智子さんも含めて9議席必ず実現をさせてください。よろしくお願い申し上げます。たくさん足を止めていただきましてありがとうございます。訴えに耳を傾けて向けていただきまして本当にありがとうございます。どうか皆さんが頼りです。皆さんの周りに日本共産党、山添拓と広げに広げてください。知ってる人には全て声かけてほしい。知らない人にも声かけてください。やれることは全てやってください。やれないことだってやってください。歴史がかかった選挙です。日本の未来がかかった選挙です。必ず勝利を勝ち取らせてくださいますよう、私も最終日まで全国駆け巡って共産党への支持を訴え続けます。どうかお広げください。勝たせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴えは小池晃参議院議員でした。皆さん、暮らしと憲法、日本の未来がかかった大事な選挙です。市民と野党の共闘で安倍政権の暴走にストップをかけましょう。東京選挙区は31歳弁護士の山添拓を、そして比例代表では日本共産党をどうか大きく伸ばしてください。中野駅ご通行中の皆さん、そしてご近隣の皆さん、また多くの皆さんの足を止めていただいた皆さん、本当にありがとうございました。この場所をお借りいたしましての日本共産党街頭演説、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。小池晃参議院議員は次の演説会場へ向かうためすぐこの場を出させていただきます。申し訳ありません。